よう。行こっか。はや。こんにちは、グッピーこずえです。今日はですね、2023年の12月28日ということでですね、世間で言ったらめちゃくちゃ忙しい日だと思うんですけど、聞いてもめちゃくちゃさ落ち込んでて、なんでかって言ったらもうやばいで、産後ハゲ。女の人でお産終わった後になんかハゲる人がおるらしいんですけど、それのハゲがなんか来てて、でもほんまおもろいぐらいハゲてて、なんかずっと家で閉じこもっとったら、わからへんけど、もうちょっとハゲそうみたいな思って、ちょっと今日は7ヶ月なんですけど、一緒にパッとね、チェアリングをしようと思います。ということで今日の荷物はこんだけでーす。ベビーカーをこういう使い方をしております。ていうかさ、今からさ、ここでさ、あの ST310 広げてソーセージ焼いたりホットサンド作ったりしようと思っとってんやんか。でベラベラ喋りながら、何がやばいって保育園のお散歩来てる。忘れ物してなかったらいいけどな。やばいやばい、保育園の子たちの散歩終わってる。じゃーん、こうやって相手な感じで、久しぶりに、じゃじゃーん、めっちゃ久しぶりに ST310 なん、全然使ってないからもう捨てたんと思っとったんちゃう、みんな。よいしょよいしょ。で今日はこのナチュギアのハンゴーポーチにちょっとね、コーヒーグッズとかちょっと入れてきて、ちょっとね、コーヒーとか飲んだりパンとか食べたいなと思って、まあ、とりあえずコーヒー入れようかなって感じやねんけど、まあなんかちょっとカフェインレスのこういうのもあんねんな。これはカフェインレスじゃないねんけど、なんか、まあ、ちょっとね、何でもかんでも我慢してるから、ちょっと今日はちょっとライオンコーヒーのちょっと美味しいやつ飲んでみようかなみたい。さあとりあえず言うや言うや、ちょっとコーヒーさ、ほんま飲みたいねんけど、結構赤子からは話しての喧嘩。めっちゃおもろいやんか。あ、沸いてる沸いてる沸いてる。いいね、コーヒーね。ダバダダバダダバダ。めちゃくちゃ一人やねんけど。気持ちいいね、ベンちゃん。ね。にやりやり。こんなに暖かいなんてね、12月28日で。私コーヒー落としながら、まあ、産後ハゲの話させてほしいんやけど、ほんまにここハゲてんねん。こことここがハゲてるみたいな感じ。やってんけど、よう考えたら、なんか気づいたら、なんかここにな、なんかめっちゃ短い毛生えとっていっぱい。これ何ってなって、なんかそういうペンギンみたいなおるやん、そういうペンギンわかる、めちゃくちゃいっちゃい毛めっちゃ生えとってん、この辺に。ほんでこれ何と思って、えハゲてると思って、クリスマス誕生日なんですよ。ほんでクリスマスに、あの妹から LINE 電話、ビデオ電話。ほんで妹の、まあ、おいっ子とかめいっ子とうちの家族とか喋っとって、夜やったからこうやってもうなんかくくって、もうかなりお休みモード入っとってやんか。でこうくくって LINE 電話しとったら、その LINE のビデオの画面の中に、ちょっと待って、え、おじさんおるってなってんけど、その写真がこれやねんけど、いやマジでおっさんやんみたいな、やばないってなって。ハゲたおじさんがどうとかそういうわけじゃないで、ほんまに全然ハゲててもかっこいい人とか全然おるし、ハゲてるのもそうやねんけど、もう見た目めっちゃ完全やばない、え、これもう女ちゃうやん。で次の日に妹から、このおっさんは結婚できへんなとか LINE 来て、いやなんでもっかい言うみたいな、一回言うてるやんみたいな、なんでもっかい言うみたいなって、そんな恥ずかしいやん動画に載せるの。なんでこれ載せようかと思ったかって言ったら、絶対めっちゃ産後とかでハゲて、産後ハゲとかで落ち込んでるママとか絶対おると思うねん。でも私これやでって、私なんかこれやで、ちょっとハゲて、いやちょっとハゲたぐらい全然いいと思う。なんか私なんかハゲた上におっさんみたいになっとって、画面やばいやろ、バリ笑うやんと思って、笑った後に落ち込んで、ちょ待って、私もうほんま女ちゃうやんみたいな。そう検索してみてん、ほんじゃあな、あのめちゃくちゃ可愛いな、
ママタレントのな近藤千尋さんもな産後なっとってやんか、産後ハゲ。近藤千尋さんがなるんやったらもう私はそんなおっさんになるわ思って。コーヒーできた。乾杯。ちょ一瞬コーヒー飲むわな。これ知ってる？むっちゃすごいねんけど。まあ、すごいねんけど、このカンカンに専用のアタッチメントみたいなやつあって、これこうやってはめんねやん。普通に上は哺乳瓶の使ってるやつのなんかピジョンのやつやったらはまるみたいな。でこれで飲ませれんねん。めっちゃすごない？おいしいですか？おいしい。ちょっとおいしいウインナーをもらったので。なんか良さそうなウインナー。おいしいですか？これ開けにくそう。しかもこれさ、なんかさ、妹がさ、スーパーで安売りしとったから買うといたでとか言われてさ、一人用のなんていうの、ホットサンド一人用分作るやつみたいな、あんまりおしゃれじゃないやつって言っていいんかな。いやねんけどさ、めっちゃ安かったけど千何ぼとか1100円とか。これな、めっちゃ安いのはなんでかって言ったらな、このここめっちゃややこしいねんけど、ここ全然外れへんねん。あ、外れた。ちょっととりあえずこっち側でウインナー焼こう。いやいや、逆やがな。こっちでえへんわ。こっちやないと。油も引いてみよう。めっちゃいいやんこれ、100均のオイルのやつ。ピュッて開けてで、こうやって入れてみたいな。で油量もこのこれで調節できるみたいな。うん、何でも楽しい。3秒ルール。3秒ルールはあかんな。うおー、めっちゃいい感じ。あ、これ蓋してやったら赤ちゃん飛ばへんねや。ちょ待って、全然その時に全然蓋が閉まらんっていう。ちょ待って、ほんまに全然蓋閉まらん。え、お化けやん、もうこんなん。ちょ、お化けやねん。え、ちょ待って、全然閉まらん。あれ、ちょ待って、ちょほんまに待って。じゃあもうか、ちょ待って、ちょ一旦火止めよう。ちょ待って、ほんまこれ何？蓋閉まらな。あ、1個閉まった。1個閉まったら、ね、こっち側閉まらんし。うわー、ただめちゃめちゃ美味しそうに焼けてる。はい、こんな感じです。ちょっと実は粒マスタードとケチャップ。でそれをこう、いくで、音鳴るかな。え、どうしよう、粒マスやろ。やっぱ粒マスとりあえずつけていくわ。全然つかへんし、全然つかへんよ。びっくりすんねんけど。はい、無事につきました。何でつけたかというと、はい、皆さん想像の通り、指です。どうですか？楽しい。ほんまに？見てこれ、やばない？もうこれ、もうこれやったら最後もう全然はまらんねん。でもな、さっきなコツ掴んでんけど、掴んでへんやん。ちょっといいパンをちょっと6枚切りぐらいに切ってきた。いけるかな？こうやろ。ハム1枚余っとったからさ、ハムも持ってきてん。で、さっきのを入れて。うわ、はみ出るやん。めっちゃ胡椒効かせたろうと思って。ごめん。閉まる？閉まれ。オッケー。今のうちや。はい、だ。あー、投げんだや。できたかな、ゼン君。一緒に見てみよう。3、2、1。あ、なんか喫茶店のパニーニみたいになってる。もうこれもう二度とここ取れへんからな。もうええわ、もうこれ。なんやねんこれ。なんかチーズが溶けて裏がなんか面白い感じになって、お好み焼き、イカ焼きみたいになってる。お祭りのイカ焼きみたいに。ちょ切ろうか。別に切らんでもいいのに。切るわ。待ってやできた。おお、
なんかうまそう。せーの、せーで、いただきます。いただきます。うーん、めっちゃうまい。うまいね。ねむんちゃん、じゃマジでほんまイタリアですかって感じ。ほんまチーズともうドイツウインナーとほんまに美味しい。でもこれさ、なんか1000円やってスーパーで売ってたらコスパ最強やな。1000円台で髪生えそう。じゃほんでさ、なんかさ、赤ちゃんはさ、やっぱ当たり前の話でさ、髪さ生えてきてんねんな。これ私は抜けてるみたいな。くれよみたいな。光合成しとこう。光合成、光合成。むっちゃうますぎる。でこれみんな一回やってほしい。めっちゃうまい。これこれ小倉山荘の赤ちゃんせんべい。これめっちゃ食べるから。もうめっちゃ持ち上げてるやん首。うん、うまいね。うまいよね。うまいな。めっちゃうまいやん。あ、外でホットサンドめっちゃくちゃ久しぶりで、めっちゃうまい。みんなさ、今さ鏡餅買いに行ったり、ちょっと黒豆つけてみたりしてる日やで。これ何やっとんねん。ほんまにホルモンバランスで運がすっごい落ち込んだりとかしててさ。でも多分もう年も年やんか、40って産んでるから。だから私はもう一人でできたけど、もしなんか奥さんとか出産育児とかで、まあ、気分落ち込み気味やったら、ちょっと外に連れ出してあげて、この1000円とかのホットサンドとかで焼いて食べてみてほしい。ああもう何もできてんねん私。もういつも最近な、もうほんまにな、ハゲてきたしな。もうええからええから、とりあえず外に出て日光当たってホットサンドでも食べようや。今日はパパが料理したるさかいに任しとき。さあみんなでホットサンドしようか。よっしゃできた。ウインナー挟んだだけのホットサンドやで。ウインナー挟んだだけ。もっとなんか栄養のあるものとか取らなあかんのじゃん。豆乳とか。いやもうええね。たまには好きななニラマカデニアコーヒーとか別に飲んだらええ。ほんまにめっちゃ美味しい。ホットサンド熱々でチーズが中からとろけ出してめっちゃ美味しいやろ。気分がさ落ち込むことはあると思うけどさ、俺もたまに手伝っていつまでも俺らホットな関係でいようや。あんたへの愛がチーズとともにとろけ出すわってなるわなあ。めっちゃ見てるやん。めっちゃ見てるやん。ほんまごめんな。なんか序盤の方にさ脱げてる靴下さ、いつ履かせんねん顔してるやん。もうな、ボールも拾ってくれへんしな、自分でも拾おうとしてるやん。もうな、もう一個深いのな。大丈夫でした。しんどい時もあるけどな、来てくれたもんな。こんなわけのわからんおかんのところに。さあもう帰れよって感じやねんけどさ、私さ25日誕生日やってんやん。近所の先輩ママさんがなんとケーキプレゼントしてくれました。ファミマのクリスマスバームクーヘン。これがね今日まで賞味期限なんで。嘘やろと思うかもしれんけど、最後一人でハッピーバースデー帰ります。人おらんように見えるやろ。向こう側でバーベキュー始まってんね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、バースデーディア消えた、ハッピーバースデーとついた、おめでとう、いせーので消えた。じゃあ最後ちょっとだけ食うわ。上についてるやつうまっ。うまい。